あれ、久々に履いたらこのボトムスなんかしっくりこないな。何が良くないのかな。デザインかな、それともサイズ感かな、色かな、ちょっとよくわかんないなと悩んでる皆さん、こんにちは。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、そのボトムスひょっとしたら古いかもというテーマでお届けをしてみたいなと思っています。まあ、冒頭にもお話しした通り、久々に履いたボトムスがなんかしっくりこないということは少なくないかなと思うんですね。まあ、それはなぜかというと、時代の変化とともにトレンドも緩やかに変化していきますので、久々に履くとなんか今の空気感と合わないなと感じたりだとか、あとは年齢の問題もあるかなと思います。5年ぐらい前の自分と今の自分では雰囲気も違うし、体型も違うし、好みも微妙に変わってきてるので、そうなるとかつて好きだったボトムスが全然しっくりこないということも少なくないかなと思います。ということで、今回の動画ではボトムスをですねメインとしながら、こういったボトムスはちょっと今旬じゃないかもなとか、ちょっと古臭く見える可能性があるよというところをしっかりとお伝えしつつ、じゃあそれをですねどのように変換すればいいのか、このあたりまでしっかりと解説をしたいなと思っていますので、よかったら最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの今日もですねなるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、ここからは具体的にですね、ちょっと古臭く見えるかもしれないなというボトムスを皆さんにご紹介したいなと思ってるんですが、まず一つ目は今僕が履いているデニムですね。まあ、デニムというと大人のですね定番的なボトムスとして、まあ、30代40代以降の方はですね馴染み深いかなと思うんですが、まあ、デニムも選び方次第で失敗するとすごくですねおじさんっぽく見えがちだったりするので注意が必要かなと思います。僕の手元にあるボトムスの中で今回履いてきたのはこちらのですねダメージデニムになるんですね。これは僕の私物というよりは、実はキザな着こなしが大好きキザヤマさんのですね私物になるんですけども、まずシルエットがですねめちゃくちゃタイトなんですね。足の形がそのまま出てしまうような劇的なスキニーフィット、これはですねちょっと今の時代にはなかなかフィットしないような、そういったボトムスに入ってくるかなと思います。特に僕たちが20代頃ですね、結構スキニーとかが流行って、まあ、30代前半ぐらいまでは入った方も結構多いと思うんですけども、その頃はまだ体型的にもシャープで履きこなせた方も多いと思うんですが、まあ、30代後半から40代以降になってくるとやっぱり体型も変わってきますし、時代も変化しましたよね。当時はビッグシルエットみたいなものはほとんど選択肢がなかったんですね。タイトフィット至上主義で、僕自身も本当にですね20代の前半からタイトなものがまだ全然ですね市場になかった頃から履いてるので、もともと大好きではあるんですが、ちょっと今の雰囲気には合わないなという感じはしています。あとはですね、このダメージの入り方ですね。これまた今の雰囲気にはちょっと合わないようなところはあるんじゃないのかなと思います。あと細かいところなんですけども、丈の長さ、これもすごく重要で、ちょっと前まではですね、くるぶしをしっかりと見せるような丈感というのもですね、流行ったんですね。ですので、今でも街で結構人を観察してると、丈短めでくるぶしをしっかりと出しているような方、見かけるんですが、ちょっと今の雰囲気とは合わないかもしれないなというところは、個人的にも感じています。そして今合わせているのが、ローファーなんですけども、ブルー系のデニムだとか、こういったちょっとカジュアルなものに対して、小綺麗なローファーを合わせるみたいなスタイルも、ちょっと前に流行ったりしたんですね。しかもその時にはくるぶしを見せて、なるべく素足で履いて見えるようなフットカバーをつけてっていうような履き方ですね。これまたですねちょっと今の時代感としてはあんまりやらなくなってきたかなと思うので、注意が必要かなと思います。じゃあ今ですねこういったデニムのスタイルをするのであれば、まあ、どういったものがいいのかというところで、ちょっと着替えてですね参考事例をお見せしてみたいなと思います。それでは着替えてみますね。はい、着替えてみましたがいかがでしょうか。登場が昭和なんですけども、まあ、こちらデニムなんですが、先ほどと比べるとまあ大きく変わってるかなと思うんですね。まずはサイズ感なんですが、フィット感が違うんですね。こちらも決してですね太い感じではないんですが、先ほどのビタビタのスキニーに比べるとゆとりは出てきてるかなと思います。もも周りにもちょっとだけゆとりはありますし、膝から下もテーパードがかかっているので、そんなにやぼったくは見えないんですが、細すぎないというようなバランスです。
ですね。まあこれぐらいが大人世代には似合いやすいかなと思います。もっとトレンド感の強いデニムだとシルエットはドンと太かったりだとか、まあ色合いに関しても淡いブルーだったりするんですが、やや大人世代だと着こなすのが難しいんですね。ですので先ほどのような細すぎるデニムではなくて、自分の体にジャストフィットの濃い色のデニム、このあたりに変換してもらうといいかなと思います。あともう一つよく街で見かけるのは、太くもないし、かといってシャープさもないような中途半端な太さのデニムなんですね。まあ、このデニムよりは太いんだけども、決して狙って太くしてるようなワイドフィットではないようなデニムの方が結構多いんですが、まあ、それよりは、まあ、なるべく足に沿ってテーパードが効いてるようなこのようなデニムの方が使い勝手がいいかなと思うので、まあ、ぜひチェックをしていただきたいなと思います。あと丈の長さなんですけども、先ほどはくるぶしが見えるようなかなり短めの設定でしたが、今はですね、靴の上に乗っかってほんのりですね、たゆみができるようなハーフクッションだとか、もしくはすっきりと履きたい場合はノークッションだとか、まあそれぐらいのバランスでいいと思います。かなりおしゃれ上級者の方になると、あえてたるみを大きく作る場合もあったりするんですが、それは万人向けではないので、ハーフクッションからノークッションぐらいで、短すぎず長すぎずのバランスを作ってもらうと、まず失敗がないかなと思うので、デニムを選ぶときにはこんな形で調整をしていただければなと思っています。はい、続いて2点目はですね、今僕が履いているブラックのスキニーデニムですね。これまたかつてはですね、もう大流行したボトムスですね。僕も YouTube を始めた4年ぐらい前から3年ぐらい前までは、時々ですね、ブラックのこういったデニムですね、ご紹介することがあったんですが、ここですね、2年ぐらいはほとんど出てくることはなくなりました。今でも定番的な位置づけにはなっているかなと思うんですが、決して旬なアイテムではなくなりましたし、おしゃれが好きな方が履いていて気分が上がるようなアイテムでもないかなと思います。場合によっては古臭く見えてしまうこともあるかなと思うので、ちょっと変換した方がいいのかなとは個人的には思っています。まあ、いくつかポイントがあるかなと思うんですが、まあ、最近はタイトなシルエットからゆったりめの方向にですね、だいぶ世の中もシフトしてきていて、まあ、そういったゆったりめのシルエットが10代20代の方は結構慣れていたんだけども、30代40代の世代はなんかしっくりこないな、違和感あるよなって言ってた時期もあったんですが、さすがにですね、この傾向も長く続いてきたので、徐々に大人世代にも浸透してきてるかなと思うんですね。その中でこのようなピタピタのものというのは、やっぱりスタイルの良し悪しというところが大きく関わっているところもあって、履きこなせる方ってある程度限られてるかなと思うんですね。僕は割とこう痩せ型なので、そんなに似合わなくもないかなと思うんですが、でもこの肉感だとか、ちょっとこう無理してる感っていうところがちょっと出てしまうかなと思うので、なかなか今はですね、フィットしないボトムスになってるのかなと思います。かつては大正解だったボトムスも、時代の変化とともに緩やかにですね、違ったアイテムが出てきますし、他のものに置き換えられていくんですね。ですので永遠の定番アイテムというのはありそうでないというのが僕の中での見解なんですね。それで言ったら、先ほどのデニムみたいなものも永遠の定番だと思いつつ、そのシルエットだとか色合いだとか、そういったものは微妙に変化をし続けていって、旬な感じもあればちょっと古臭い感じもあったりするので、永遠の定番っていうのはないというところも含めて、このあたりもアップデートが必要なのかなと思います。まあ、丈の長さもこちらはですね、かなり短めでくるぶしだけになっていますね。くるぶしはちゃんと見えます。で、かつてはローファーなんかを合わせたりしたこともありましたが、ちょっと綺麗めすぎるような着こなしっていうのは割と最近はされなくなってきたので、これもですね、ちょっと変換をしてみたいなと思っています。はい、着替えていましたがいかがでしょうか。先ほどはブラックのスキニーを履いていましたが、今度はですね、同じくブラックではあるんですが、そこまでタイトすぎないイージーパンツを履いています。まあ、イージーパンツというのは、まずはこの腰の部分ですね。ゴムが入っていて着脱が楽であること。だけども見た目としてはセンタープレスが入っていて、スラックスのような綺麗さがあるようなボトムスですね。まあ、物によってはセンタープレスがないものもあったりしますが、シルエットとしてはもも周りには適度にゆとりはあるんですけども、膝から下にかけてテーパードがかかっていて徐々に細くなるんですね。なので適度なゆとりとやぼったくならないようなシャープさ、この2つがミックスされているのが、まあ、現代的に使いやすいシルエットなのかなと思います。まあ、これが最旬のボトムスかというとそんなことはなくて、もっとゆとりのあるものをですね、履いてる方がおしゃれ中上級者には多かったりするんですけども、大人の男性が小綺麗にボトムスを履くのであれば、このあたりのテーパード型のブラック系パンツというのが黒スキニーの代わりになってくるんじゃないのかなと思っています。まあ、いろんなブランドからこのようなボトムスは出ていまして、僕の動画の中でもユニクロだったらスマートアンクルパンツ、グローバルワーク
ークだったらアーバンスラックス、今履いてるのはグリーンレーベルのオルマイージーパンツですね。このあたりが使い勝手がいいかなと思います。体型だとか好みによってどこのボトムスがしっくりくるかは本当に人それぞれなんですね。僕もブラック系のイージーパンツだけでこれまでに多分30本ぐらい買ってると思うんですね。まあそれぐらい各社各ブランドによって全然シルエットは変わってくるんですが、まあその中でも僕はオルマイージーパンツのシルエットが太すぎず細すぎずトレンド感もあるんだけども、でもやぼったく見えないというバランスでは完成度が高いんじゃないのかなと思います。あと丈の長さを見ていただきたいんですが、これですね、先ほどのブラックのスキニーだとやっぱりですね、軽快なくるぶしが見えるぐらいの感じが僕はバランスがいいと思うんですね。ただ今のですね、こういった EGK パンツに関しては丈はですね、先ほどと同じようにハーフクッションからノークッションぐらいですね。まあ、特に夏場なんかはノークッションぐらいで清涼感あるような形で履くのがいいかなとは思うんですね。まあ、このあたりの丈の長さというところも意識的に見ながらやってもらうといいかなと思います。すっきりさせたいならノークッション。まあ、ややトレンド感みたいなところも活かしたいならハーフクッションぐらいの短すぎない感じもいいのかなと思います。で、足元は先ほどはローファーを合わせていましたが、まあ、これをちょっとこうトレンド感のあるような着こなしにするには、まあ、グルカサンダルだとかこのあたりを使ってみるのもいいかなと思うので、同じ白の T シャツにブラック系のパンツでもだいぶ見え方が変わってくるかなと思うので、ぜひこちらも参考にしていただければなと思っています。はい、続いてラストは短パンなんですけども、これまたですね、やっぱりこう時代感みたいなものもありまして、今履いているのはですね、何年前かな、3年ぐらい前に購入したものなんですけども、当時は結構丈の長さをですね、すっきりめに履きたいという気分だったので、通常のボトムスの丈よりも場合によってはちょっとお直しをして丈を詰めて履いてたりもしていたんですね。まあこれぐらいショートな感じで履いていたんですが、今はちょっとこれはですね、今の空気感に合わないなということで履くことが全くなくなりました。もちろんですね、僕は趣味でランニングもやっているので、そういう時にはこれぐらいの丈感のものを履くことはあるんですね。あんまり長いものだと足さばきは良くないので、短いものの方が活動がしやすいんですけども、私服として短パンを履く時にはこのような膝よりもだいぶ短くてももが見える感じはちょっとこうオラオラ感があって、今の感じには合いづらいのかなとは思っています。本当にこのままランニングに行けそうな感じですもんね。ちょっとこれだと全体的にタイトすぎるかなと思うので、これをですね、どう変換すればいいのか、ちょっと着替えながらお見せしてみたいと思います。はい、着替えてみましたがいかがでしょうか。先ほどの短パンと同じようにブラック系ではあるんですが、よーく見ると丈の長さだとか裾の幅が変わってくるんですね。まず丈の長さを見ていきたいんですが、先ほどはちょっとこうももがしっかりと見えるぐらいの長さだったんですね。それに比べるとこちらはだいたい4センチぐらいですね、長くなっていることで、だいぶですね、大人っぽい雰囲気が出てるかなと思います。サイズ感というのはやはり以前よりもちょっと緩めになってきてますので、丈の長さみたいなものもやや長くなったりだとか、裾幅もちょっとゆとりが出てきたりだとか、このあたりには違いがすごく出てきてるかなと思います。今僕が履いてるのはパタゴニアのですね、バギーズロングというシリーズになるんですけども、これ去年買いましたが、パタゴニアの定番のですね、ショーツといったらバギーズショーツっていうものもあるんですね。ほぼ全く同じショートパンツであるんですが、丈の長さが両者で変わってきてですね、だいたいやっぱり4センチぐらい変わってくるんですが、かつてはバギーズショーツでも良かったかなと思うんですけども、今はバギーズロングぐらいの適度な長さがあった方が僕は今の時代感には合ってるかなと思いますし、大人の男性にもですね、短すぎない方がまだ良いかなと思います。そもそもショートパンツって女性からの印象がそんなに良くないアイテムなんですね。似合う人と似合わない人も大きく分かれるアイテムなので、無理して履くことはないかなと思うんですが、履くのであれば短すぎないことですね。これすごく重要です。かといって膝より長いものも、これまたですね、足が短く見えたりだとかやぼったく見えたりするので、これまた難しいので、まあ、今僕が履いてるような膝位置から膝の中央から数えて6センチ前後ぐらいですかね、それぐらいの長さのですね、ショートパンツを選んでいただくと、まず間違いがないかなと思います。このあたりも含めてですね、ぜひ皆さん、長さだとか裾幅のバランスを含めながら、新しいショートパンツにトライをしていただければなと思っています。
いやー、皆さんいかがでしたでしょうか。今回の動画ではそのボトムスひょっとしたらもう古いかもというテーマでお届けさせていただきました。これはですね、僕自身耳が痛い話で、自分の中では気に入っていたはずのボトムスも数年経つとそれが古臭くなってることって少なくないかなと思うんですね。やっぱり年を重ねるとどんどんですね、自分の好みというものが固定化されてしまって、そこからなかなか抜け出せない問題っていうのがあるんですね。そうなると気づかぬうちに古臭い感じになりがちなので、定期的に今の着こなしだとかアイテムをですね、見直すことが必要なのかなと思います。今回ご紹介したようなデニムですとか、あとは黒系の細身のパンツですとか、あとはショートパンツですとか、このあたりもですね、やっぱり時代の変化とともに徐々にアップデートされてますので、まあ、今回の動画をですね、一つの機会として、まあ、ぜひ皆さんクローゼットの中から過去のボトムスを引きずり出してきて、まずは着てみてください。違和感があったらそれはもう断捨離の対象になるかなと思うので、手放して今のトレンド感、今の自分の気分に合ったものに買い替えることがすごく大事かなと思っています。まあ、僕らのような30代後半から40代以降の世代になってくると、トレンドってあんまり大切じゃないよねと言われたりすることも少なくないんですが、僕はですね、ある程度のトレンド感っていうのは大切だと思ってるんですね。というのも、先ほどから何度もお伝えしている通り、時代の変化って緩やかですが確実にですね、進んでいくものなんですね。その上でトレンドというものを否定してしまうと、今の時代の空気感とちょっとかけ離れたかつての自分の好みのままずっと進んでしまうんですね。今と過去の自分のこのギャップが広がりすぎてしまうと、やっぱりおじさん臭くなったりだとか、若々しさみたいなものが表現できなくなってしまうので、過度にトレンドを追う必要はないんですが、程よくですね、トレンドと付き合って、これ最近よく見るようになってきたなというものは、まずは試着カーでもいいのでトライしてみて、慣れてきた段階で取り入れてみるのは悪いことじゃないかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、程よい距離感でトレンド感というものをですね、楽しんでいただきながら、ボトムスもアップデートしていただきたいなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは、大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべく分かりやすく解説したいなと思ってるんですが、普段の動画ではなかなか語ることのないですね、中級者向けのセレクトショップのオリジナルからドメスティックブランド、専門ブランド前のですね、ちょっと中級者的な内容に関しては、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で詳しく解説をしています。週に3本のオリジナルの動画と、それに加えて1本ですね、ライブ配信も行っていまして、皆さんからいただいたご質問に直接お答えする形でワイワイと楽しくやっていますので、気になる方はですね、こちらの動画の下の概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また普段なかなかゆっくりですね、動画を見る時間がない方のために、オンラインサロンっていうのもやってるんですね。そちらの方では文章と写真ベースで、だいたい1分から2分ぐらいで読めるような分量で、おすすめのアイテムですとかコーディネートの解説を、僕のコンテンツの中では最速で行っています。僕も毎日発信をしていますし、僕以外のスタイリストだとか専門家の方も記事を書いてくださっています。また参加者の皆さんも気軽に記事を書くことができて、おしゃれが好きな大人の男性が集まって交流をするようなですね、場所になっていますので、気になる方はこちらも概要欄からチェックしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。